ジョシュア・クレートンの肖像が、ジョシュア・クレートンは、アメリカ合衆国の医師、政治家、連邦党の党員であり、デラウェア州下院議員、デラウェア州知事、連邦上院議員を務めた。1744年7月、クレートンは、メリーランド州、セシル郡において、ジェームズ・クレートンとエルノア・エディンフィールド・クレートンの、息子として誕生した。父のジェームズ・クレートンは、 17世紀末にイングランドのリンカンシャー州からト来したクエーカー、ジョシュア・クレイトンの彦である。クレイトンは1757年にペンシルベニア大学医学部に入学して医学を学び、1762年に同大学を卒業すると、同年にデラウェア州ドーバーで開業医となった。クレイトンはそこで同じくセシル軍出身のリチャード・バセットと友人になり、 1765年にバセットの幼女であるレイチェル・バセットと結婚した。クレートン夫妻はバセットが所有していた自治小園の一部を譲り受け、1773年にローカスト・グローブと呼ばれる家を建築した。クレートン夫妻は三男一女を設け、ジェームズ・ローソン・クレートン、リチャード・クレートン、トマス・クレートンの三男が成人まで育った。 アメリカ独立戦争においてクレートンは大佐となり自治省園の民兵を統率した。またブランディワインの戦いではジョージ・ワシントンの補佐官及び軍医として活躍した。クレートンは1778年のデラウェア国議会において会議員を務めた。また1780年から1783年まで、1785年から1787年までの 議議会でも会員,議員を務めた1786年にはデラウェア国の水道局長に選出され、1789年6月には国議会から国知事に選出された。1791年にアメリカ合衆国憲法修正条項が施行されると、デラウェア国はその修正条項に適合する新たな憲法の制定を求められた。デラウェア国政府は 翌1792年に新憲法を制定した。そして同年にジョン・ディキンソン主導の下で一般投票が行われた。クレイトンは民主共和党のトマス・モントゴメリーを2209対1902で破り、新憲法下の最初の州知事として当選した。クレイトンは翌1793年1月に州知事に就任し、1796年1月の 任期満了まで州知事を務めた。1798年1月、クレートンはジョン・バイニングの辞職により空席となった議席を補充するためデラウェア州議会から連邦政府の上院議員に選出された。そしてクレートンは1798年8月に死去するまでその職を務めた。1798年8月、クレートンは ペンシルベニア州フィラデルフィアにおいて、大熱病によって死亡した。クレイトンの遺体は、デラウェア州、ニューキャッスル軍のローカストグローブに埋葬された後、メリーランド州、チェサピークのベセル境界墓地に移された。その後1965年、クレイトンの遺体は、チェサピーク、デラウェア運河に再び移された。ありがとうございます。